言うんだ。え、わかんない、たぶんつけたの自分で。え、なんか結婚式のさ、うん、あー、はいはいはい、あれかなみたいな。さくらんぼありがとうございます。サイリウムありがとうございます。クマありがとうございます。さくらんぼって何なんだろう。さくらんぼ、あ、私さくらんぼ。花束ありがとうございます。フラワーシャワーありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。今夜はみんなおる。今日はなんか大人っぽい感じの髪の毛でした。どうですか、髪伸びた。こんな感じでした、ね、確かに。やった。鳥ありがとうございます。フラワーシャワーありがとうございます。ピン止め、え、何これ。さくらんぼのタルトありがとうございます。立ち上げさせてました。クマありがとう。さくらんぼありがとうございます。良いね。さくらんぼのタルト初めて見た。もうね、この帽子ね、うん、あ、ごめん、違う、あのね、あ、違う、今から、今から語りかけるねって言って今からみんなに語りかけるね。ごめん、あのね、うん、この帽子初めて、なんか給料がまとめて NG 入った時に、給料がまとめてボンと入った時に買った帽子なの、これ。へぇ、えー、4年ぐらい使ってて、思い出の帽子。そう、かわいい、ありがとうございます。だからね、なんか新しく買い替えたいなとかも思ったのに。確かにその帽子してるイメージある。そう、私めちゃくちゃ、うわっ、 え、服逆、今日一日服違う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 、着替えた時、あ、着替えた、逆、え、でも確かに逆でした。でもいいじゃん、ありがとうございます。ちょっとこれの正面っぽいよ。後ろのさ、デザイン見て、後ろのデザインがさ、そうだ、前、これ本当もうちょい上がって、こっちが前のデザインなんで、夢が後ろ前逆に来てました。夢が後ろ、え、こっちがさ、こっちがさ、裏に見えるじゃん、うん、でもさ、これさ、これ裏持って逆だったそのデザインめっちゃバナじゃない。わかる。え、だってこっち向いてるもん。うん、あ、確かに。いいじゃん、配信はこれでいいよ。でも違う、なんかさ、なんかさ、いつもより首短いなって思ったのよ。自分で気づいた。今さ、なんか違う、なんかこのさ、このなんていうの、縫い目が見えて画面で。あ、配信してて知ったの。配信してて知った。待って、回していい？あ、そう、めっちゃ可愛いじゃん。いいね。お酒のつまみみたいな。いや、にしては甘くない。えなこのルームにさ、デザートにユナーヤ、えなこのさルームにさ、着替え中の夢だけ映ってて今ちょっとおもろかった。え、何、その着替えしてんのよ。その着替えしてます。どうして来たの配信に。うん、焦った焦った。食べ方ある。ユハーマン配信しよう。配信中おもろかった。先鍋食べたの。ハートありがとう、いいね、にゃありがとう、にゃーととったい、ありがとうございます。行ったとこあるんですよ。ありがとうございます。そうで、だから私も行こうって言ってるんですよ。できたお店あるから、でそこ美味しかったから行こうって。何でも誘ってるんだもん。ありがとうございます。私の家に来ない、ななみが。今日お菓子、お菓子いっぱいもらった。行った最近。え、待って、うちもお菓子食べたい。お菓子いっぱいもらった。けど滞在時間3分ぐらい。そんなことない。めっちゃ綺麗です。いっぱいもらったからお菓子食べよ。3種類ぐらいあって。いただきます。めっちゃチーズの、めっちゃチーズの匂い。同じ会話してる。今サーヤのルームにアピールしてた。いいよ。今サーヤのルームで巨人ごっこしてる。ね、サーヤも配信してるの。してるしてる。私ひそかにね。ひそかに、確かにひそかにしてる。ひそかにしてるね。ハートありがとうございます。あ、サイリウムとバラと、え、ジェットコースターじゃなかった。何、何クマ、ナス、あ、え、持ってる、ナスじゃねえナスかと思った。今ボケたらナナチ、ナナチが拾ってくれるよ。ナナチ、違う、私ナナチの MC マジすごいなって思ってて、ナナチってめっちゃさ、うん、拾ってくれるじゃないですか、うんうんうん、やめよう、じゃあ奈良地の、奈良地 MC 上手いんです。だからね、奈良地のことをね、尊敬してる。じゃあサメカツナの MC ガール、うん、MC ガールだよ。 MC ガール、 MC ガール、 MC 担当。待って、ナスちょっとナスが迎えてきたよ。違う、ごめん、私の目が悪かった。あなたはありがとうございます。このクマなんの。でも奈良地もさ、
ボケてんだもん。いやなんか、なんかギフトに文句言わないで。なんかね、今さ、クマありがとうございます、このクマなんなん。ひどい、違う違う違う、ギフトにキレてる、違う、このなんかギフトにキレてる、だって帽子かぶってるし、なんかなんかどういうクマって、わかんなくない、これだってさ、もう一生クマ来ないよ、もうね、多分ね、違う、クマ大好き。もうね、遅い、クマ大好き、クマしか勝たん、ね、いるな、コビクマに、違うの、なんかめっちゃシャレたクマが来たからびっくりしちゃった、びっくりした、すいません、田中さんの反省会、またシャレたクマ、別バージョン来た、フラワーシャワーありがとうございます、ありがとうございます、今も変なクマ、変なクマありがとうございます、疑問だよね、やっぱり人にも疑問を持っちゃう人ね、バラありがとうございます、いいか、ここいていいよ、今日は反省会、そうしよう、反省会なの、これ反省会ルーム、クマありがとう、今度さ、DM 見ながらさ配信しよう、ありがとうございます、やりたい、確かに、何見る、いや、うちらこれなの、夢の生誕、夢の生誕、なんでここにいてさ、あの、はるか村公園とか見るの、絶対やだよ、サメカツラにしよう、マミムメも見る、なんかさ、サメカツラの初日とか見たくない、うわっ、うわっ、あれば、確かに、確かに、変わる前、サダイ渡るやつ、うわっ、めっちゃ懐かしい、映像出してもらってね、その間に水飲んだりとかしたよね、懐かしい、やばい、サドだけだっけ、サドだけ、サドだけ、そう、あと、あれだ、あと追加しただけ、そうだね、追加したんだ、え、そっか、じゃあユニットも最初からあれなんだ、うん、そう、あ、じゃあ、空き缶たちだって足したの、あ、そっか、足して、そうなんだ、空き缶パンクの時はいつも私たちロックにやろうとか言ってるもん、目標を掲げて毎回やってるからね、さくらんぼありがとうございます、いつもサメカツのさくらんぼのケーキありがとうございます、だるまありがとう、だるまありがとうございます、白鳥ありがとうございます、さくらんぼありがとうございます、もらったプレゼント開封してる、ありがとうございます、うちもぼーっとしてる、今ぼーっとしてる、ぼーっと話、マーシー DNA 今永選手、それだ、すごいよね、私もさ公演中にさ、あ、ツイートして、ありがとうくれて、公演中にさ、なんか今永選手がノーヒットノーラン達成中みたいな言ってて、うん、え、マジでって思って、マナが、あ、ママ、今永、全然違う、今永、あ、今永さんね、知ってる、あの DNA のマナが、マナが、ちょっと待って、一個、ね、マナがさ、そういうツイートをしてるのかと思ってめっちゃびっくりしたよ、野球だけでした、ごめん、ありがとう、私さ、ちょうどこの機会だからさ、言うけどさ、うん、この間の公演の時さ、うん、ね、答えを揃えないクイズみたいな、はいはい、サメカツナが MC あったんですよ、はい、それでさ、みんなプロ野球12球団も知らないってどういうこと、ねえ、ごめん、すっごい後で調べた、えほんとそれ、うん、じゃあだからほんとに巨人、そう、中日、うん、それあなた言ってたやつね、うん、中日、うん、でちゃんと調べたの、うん、そう、それが分かった、で、何が分かったの、言ってみ、これ映りな、ごめん、もう恥ずかしくて映れないこれ以上分かんないけど、夢違うの、パリーグしか今知らないんだ、あ、そうだ、夢だって今パリーグしか知らない、そうだ、まあ、パリーグだったら答えられたかな、あ、じゃあパリーグ言ってみ、楽天分かったしよ、あれは日ハム、あ、日ハムパリーグ、ソフトバンク、うん、中日はセリーグ、え、ジャイアン、あ、ツはセリーグ、あー、巨人、ディナみたいな、 DNA、 ディナ横浜セリーグ、待って、じゃあヒントでもさ、なんかさ、なんとなく、あ、聞いて、あ、分かったってなるよね、ね、ごめん、今ね、うんうん、コメント見ちゃったの、しかもちょうどおのやつだった、オリックス、オリックス、あー、チャンスだった、オリックス、ロッテ、ロッテ、おい、カンペ、みんな、カンペ、みんな協力するな、ヤクルト、横浜はディナだ、 DNA、 ディナじゃない、ディナ、待って、広島カープ、広島カープ、忘
セセリーね、カープ、ね、ちょっとちょっとドヤ顔して言わないで待って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 、え、じゃあ県で教えて、県で、県で教えて、県だとあとどこだろう、ソフトバンク行った、うんうん行った、あとでももう、あ、あと千葉、ロッマリーンズ、あ、マリナーズ、マリナーズはアメリカです、止め、止めしないで、ナタミ止めしないで、あ、ヤクルト、ヤクルト、そう、ヤクルトは東京ヤクルト、神宮ですよ、ほら、あ、え、東京ってさんのコンサートしてる神宮球場はあれ東京ヤクルトスワローズの本拠地です、そうなんだ、もうなんか乃木坂さんの神宮だと思ってらっしゃるかもしれないですけど、そう、まあ、もうもちろんねそういう風物詩もありますが、うん、基本的にはそこ野球するとこです、あ、そうだったんだ、明治神宮、阪神、そう、阪神、阪神は甲子園、そう、西武とか、へえ、今多分今挙げたものが12球団あって、うん、それが6ずつに分かれて、それがセリーグとパリーグに分かれるんですよ、ソフトバンクホークス、そう、だいぶ立派な変えてるから、掛け持ちはない、掛け持ちはしないんですよ、あ、そうなんだ、そう、なんで分かれてんだろう、なんかね、県、県、なんか地域ごとに分かれてる、あ、へえ、西日本ってこと、そう、西と東かな、え、嘘、嘘ついてかも、オリックスがパリーグ出した、じゃあでもそういうのがあるの、そう、あるんですよ、本当はもうちょっといっぱいチームあったんですけど、へ、そう、合併したりとかチーム名が変わったりして、クマのバッチャリ、ソフトバンクホークスだって大英ソフトバンクだったりとかしたの、へえ、そう、知らなかった、そう、どこだったからね、知った方がいいよ本当に、いやでも勉強になった、だからしかも横浜 DeNA は新潟に縁があるチームだから毎日試合来るんですよ、会長さんが新潟出身の方らしくて、前でしたでしょ、そう、新潟来てたの、そう、そう、なるほどね、はい、で東京ドームがもう、もう興味ないの、ね、みんなね、うん、聞いてる聞いてる、もうね、え、東京ドームが、うん、何、ジャイアンツの阪神、阪神じゃないです、阪神は甲子園球場ですあの夏の高校野球、巨人が東京ドーム、で、え、なんで、すごいじゃん、そう、そうなんです、なんで、だからもともとドームっていうのがそう野球場を野球するための場所であって、うん、あ、札幌ドーム、え、じゃああれは京セラ、京セラはオリックスとか、オリックスですね、おもろ、そう、オリックスで、名古屋は、名古屋はあの中日です、名古屋、しかちなみに今バンテリンドームって名前になったんですよ、名古屋ドーム、あ、そうなんだ、バンテリンドーム名古屋になった、ペイペイみたいな、あ、ペイペイドームソフトバンク、ヤフオクドームがそう、ソフトバンク、やっぱペーペーヘビーユーザーとか、はいはいはい、知ってるの、そこペー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 大好きだから、前はヤフオクドームだったんですよ、ヤフオクドームがペーペードームになったんですよ、そうで、その札幌ドームが日ハム、日本ハム、あ、はいはいはい、で日本ハムがそのなぜか東京ドームで本拠地として試合する時もあるんですよ、なぜかなんだ、そなんでだったか、なんか北海道遠いからとか、あ、リアル、え、なんでさ、なんで巨人さんはどちらの県を拠点に、巨人は東京ですね、読売新聞、そうなんだ、巨人、巨人、巨人、違うんだよ、そっちで駆逐するぞお前ら違うこと言ったら、ありがとうございます、いや、わかるわかるわかる、めっちゃわかる、ありがとうございます、ごめん、サッカーはさ、なん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 、きゅ、きゅ、なん、なん、なん、きゅ、なん、きゅ、なん、ぼーっとしてたから、え、しかもだってさ、なんかさ、入れ替わったりするでしょ、あ、リあるね、J1、J2、J3、 もうさ、わからん、マジ、一位もわかんない、え、もともと日本ハムは東京ドームをホーム球場にしたんだって、本拠地ボールサイヤだか、ボールサイヤ、今抱きました、ボールサイヤありそう、ボールマリア、ボールマリア、ボールシーボール、そういうことね、ボールローゼ、ボールローゼ、そうで聞いてください、あの未来とはで、たった今から始めようぜってマミメモ公演で未来とはやってるんですけど、私そこ歌わりなんですよ、でもいつもたった今から始めようぜと始めるんだが、始まるんだ、始まるんだがどっちか分からなくなっちゃって、結構毎回言えあるよね、ちゃんと歌詞が言えたらラッキーだなぐらいで思ってたんですよ、覚えられない、でも、はい、でもね、はい、進撃の巨人でウォールローゼという場所があって、だから始めようぜとウォールローゼなんか似てるやん、やばって思って、そうって思ったらめっちゃ簡単に歌えるよ、
B じゃなく右キャッピ、うるさいな、右キャッピ、上キャッピ、左キャッピ、ね、下行ったよ今。みんなもやる？やらない、やんねえよ。やらない、やらない、絶対にやらない。やって、ちょっと一回やろう、やろう、右キャッピ、左キャッピ、あ、こっち、行くよ、せーの、せーで、はい、右キャッピ、左キャッピ、左キャッピじゃなく右キャッピ、それ右上げないで左上げたやん、上キャッピ、下キャッピじゃなく右キャッピじゃなく左キャッピ、やばい、めっちゃ楽しい、楽しいね、めっちゃ楽しい。次の MC これでいこうね。あ、じゃあ次の企画 MC これで、ごめんなさい、シミュレーションしよう、キャッピーゲーム、はいはいはい、はい、僕らのユニーカー、橋でペンギン、トゥイヤズレーター、3曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ今回の企画は、おお、何ですか、さあやちゃんお願いします。はい、本日の企画はキャッピーゲーム。ありがとう。ぜひ流行る？皆さんもぜひ TikTok でやってください。 DMM やばそう、確かにずっと定点がいい、ね、お客さんも全員風がね、隣の人と頭ぶつける。確かに間違えたらね、間違えたら、間違えちゃダメみんな。でも今はワン席空いてる、ワン席、ワン席、ワン席、珍しい言い方だな、ね、ワン席大丈夫、大体一席っていう、大丈夫だ、ワン席空いてるかも。お花ありがとうございます。船酔いみたいになってきた、やばい、ボタン落ち着いて、みんな分かった、こんばんはって言ってる、すごいね、すごい、やっぱたった今からウォールローゼ始めようぜ、覚えやすいわ、そう、そうなの、私的にはすごくしっくりきて、もうそこからもう一回も間違えない、まだ一回しかこうやってないけど。ハートありがとう、お星様もありがとうございます。サメカツのあるあるをよ、イエーイ、夢の、うん、1回目アラブユーのイントロの、うん、あのダンスかっけえ、ありがとう、かっけかっけサメカツナラル、なんか夢の今度足さばき見てる、わかった、あじゃーんって行くときに足かっこいいんだ。いや私後ろの夢が前にいいんだよね。あ夢かっこいい、ありがとう、嬉しいな。はい、サメカツナラルラブトリップの、うん、あなた全部言うやん、全部言うやん、迷う、迷う、わかる、ずっと言う、ごめん、夢みんな視界の片隅でナナミが迷ってるのみたいな。そのラブトリップつながりでいくと、はい、君と思った夏の空の下とか青い空がいつも夢が どっちだっけって顔しながら、わかる、それね、わかる、先輩もやばい、バレてた、あれは運ゲー、山ここでやってたんよ、あーやった、うんうんうん、絶対間違えてた、それの下、その下、さっきの青い空なんだね、あとでもさ、早送りカレンダーも太陽をいつ忘れろっていつも、うん、あの夢とさ、やと私の代わりだから、そうそうそう、一番最初の、私たちも大病院だからいつもこのおばあちゃんが流れてる時に太陽を急がせろ、太陽を急がせろ、毎回言ってから出る、そう、毎回言わないとちょっとあれってもうね、どっちだっけ、そう、自信持ってなくなる。一回さ、すごい時あったよね、あったあった、あった太陽を連れてこいって言っちゃった、全員間違えてた、全員間違えた、ね、今日の謝罪あるんだけどさ、はい、主にサヤになんだけどね、最初のさ、ジェルチャ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 
なぜか最初間違えて 1.5 についちゃって、うん、そしたらさやが、あ、じゃあ私3だみたいな、うん、こう等角に並ぶから、うん、3だってなったんだけど、うん、でも今途中で、あ、1だって思って、うん、1に行ったら、うん、夢、あ、カホが0番、夢が1番、さやが3番になっちゃって、え、さやがずれたみたいな、そう、さやの、そう、めっちゃ申し訳ないなって思いながら、うん、これでめっちゃ出た、せめてもの、ね、食材、食材、せめてもの食材で、じゃんってめっちゃ出た、なるほどね、ありがとう、ごめんね、いいよ、全然めっちゃ申し訳ない謝罪、私、一回並びに今日肩ぶつかったよね、え、だよね、どこだっけ、あれ、あのね、多分ね、早送りの時にぶつかった、いつもぶつかんないところ、ぶつかんないし、全然普通に生きてればぶつからないんだけど、生きてればぶつからない、どこだっけ、え、どこかな、忘れちゃったけど、ごめんって思った、え、なんかあった、コイン、ありがとう、ありがとう、ありがとう、お疲れ、ありがとうございます。あとさ、ずっと思ってたんだけどさ、僕らのユリカの時にさ、ダーンダーダランってみんなで後ろ向いてさ、最初にやるじゃん、うん、あれさ、あなためっちゃ下がってない？ね、わかる、今日思った、今日思った、あれ本当はさ、ニセリの真ん中で、あれどこだっけ、もっと前で、ニセリのかかとのところ、そう、めっちゃもっと前で揃えてたのに、なんか並びがめっちゃ奥行ったから、ニセリのかかとをつなにしてる、みんな揃えてくれたのに、私がもっと動くから、もっと奥に行くのよ、まあ、センターだからいいよ、本当はどこ、ニセリの本来かかとのところ、本来かかとのところをつまさくにしてる、あー、ほら、ね、ちげえじゃん、でも、そこからかかとにしてるよね、そう、そう、でもまあまあまあ、真ん中だから、セットだから大丈夫、次ね、もしあったら、もしあったら、もしあった、今日千秋楽、今日は千秋楽、何、今日ない、あ、うちあるわ、今日、あの、ポニッシュの前、うん、なんだっけ、控えめだっけ、あれ、うん、控えめでさ、じゃーんってやるじゃん、うん、もうポニッシュになってた、指追加してった、おもろ、それはおもろ、そうそうそう、受け、受ける、おもろ、じゃあ他のみんなの謝罪は、あ、じゃああるある言ってもいいですか、はい、ペンギンの終わった後が気まずい走れペンギン、違う、あのね、最後終わってジャーンで終わった後、私だけ座ってるんですけど、うん、その後の移動のタイミングがいつも測れなくて気まずい、うん、なんでだよ、違う、正面座ってるから正面の人と目合って、こいついつ動くんだろうって思われてそうで思わないんだろ、気まずい、私服の時間だろそうだ、お疲れ、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、でも楽しいよね、サメカツ、あ、サメカツのあるある、イエーイ、ユリイカからのトゥイアズレイターの表情めっちゃ気まずい、わかるわかるわかる、カメのペンギンもさ結構じゃない、確かに、どうやって終わるっけ、トゥイアズレイター、あー、そうだそうだ、確かに、でさ、トゥイアズレイター終わりは一回暗転挟むじゃん、だけどペンギンじゃない、ゆりか終わりってなんかぬるっとした正面から結構ずっと抜かれてるよね、そう、しかもその時抜かれてるのがナナミとユメなの、ちょうどここで、確かに、いつも私抜かれてるあれ、そうそうそう、当たり目だ、だからめっちゃ気まずいあのさ、ちょっと分かる、ナナミが抜かれてる時のゆりか終わりのナナミの顔真似できるもん、顎引いてんのよ、だから違う、行ける顔してるよ、むずいよね、わかる、むずい、確かに確かに、急にさ、笑顔ちゃーんってわかる、むずい、わかる、むずい、照明消えないしね、じゃーん、だから私はいつもすごいなって思う、なんか徐々に笑みを下げるのむずくない、あの後なんか徐々に笑みを消してるそうそう、いつもそう、確かにそうかも、いつも次の注目ポイントなの、一気にやると怖いじゃん、うん、確かに、わかる、わかる、徐々にやって、確かに、ポーションとハートありがとうございます、確かに、あ、でもさ、ツイアーズからのさ、ペンギンは別に良くない、うん、なんか移動ね、笑顔になる、なる方だからさ、うん、移動ある、あ、移動ねえもん、笑顔がなくなる方って、だるまありがとうございます、次の時それ考えてきます、みんな見ちゃう、確かに、そうだね、ねえさ、ペンギンまで青いサイリウムでいいんですか、だって、ああ、これ今解決しちゃおう、今解決しちゃおう、それなんでもそれでいいと思う、ね、わかる、たださ、トゥイヤーズの時にさ、なんか青じゃなくした人がめっちゃ気まずそうだよね、うん、確かに、いや、わかる、それ思ってた、ずっと 9割ぐらいトゥイヤーズ、え、決めよう、もうずっと青だったんだけど、決めちゃった方がいいじゃん、なんか何でもいいけど、ね、何でもいいけど、何でもいいよ、ペンギン青って気持ちいいよね、うん、そうだね、うん、まあ、でもさ、あれだよね、
変えたいって気持ちもあるかも。いや確かにね、なんかこの時しか下手に来ないんだマッシーはとか、あー確かにね、その時のレースも回収できるみたいな。ユリイカを青にしてほしく、うん、確かに。そうだね、それがあと自由でみたいな、うん、そうだね、確かに、確かにみんな各々の色で、確かに、はい、会計。確かにそれ思ってた。いや分かる、ね、ずっと言おうと思ってたそれ、ね、ちょっと気まずそうだったもんね。ナイスコメント、うん、ナイスコメント。あ、ジャイアンツ負けた。ユリイカが青、負け法、負け法何なの、そう、法って。ゆめさん学んだ、うん、ウサ法か。ジャイアンツが勝つとウサ法なの。なんで、え、わかんないんだよね。へえ、私もでもしきたりがある。そう、しきたりがある。グループ入ってから知った。へえ、名前の人はウサホーってか、そう、たまにトレンド入っててさ。いや、そう、え、そう、僕はなんかカホすごいって思って、ウサホーってカホコだと思ってたからさ。そういうことなんかカホー、そうそうそう、カホだからウサホー、なんかそういうカホ語だと思ったから、カホトレンドにしてるってやばすごすめっちゃ有名人よ。野球、野球の界隈の方たちで今それで検索したウサホーってなんだろうって思って。そうだ、カホーと似てるからね。そう、カホーだったから。負け法を先に見たから、あ、カホー負けたら負け法って言うんだって思ってそうそうそう、負けるとみんな負け法って言うんだけど、それぞれなんか勝つとウサホーとかドラホーとか、ドラホーとか、あとなんだっけ、ワシ、ワシなんかなんだっけ、そう、なんとかほうってつけるんだよね。なんでほう、わかんないんだよね、逆に。キャラクターだっけ、なんかそのチームのマスコットキャラクターがいて、でそれがなんかウサギとかトラとか。もともとチーム名プラスヤッホーの略。ヤッホー、ヤッホー、そうなんだ。本当に言って、タカホーだ、そう、タカホー。なんでヤッホーなんだろうね。ヤッホー、ヤッホーじゃん。嬉しい、ヤッホーってだから、トラホーだって喜び。ヤッホー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 だ。スージャビット、なるほど、なるほうなるほう、そうそうそう。恋だって、え、恋ってどこのチーム。え、恋法は、そう、カープ、広島カープ。え、あれって恋のキャラクターなの？恋なんじゃない？カープが恋。やばい、なんかざわざわしてきた。人が動き始めた。スタッフさんがめっちゃざわざわし始めた。やばい、止められるかも。恋法。恋。高法と。横浜だけ言わん。やっほー。横浜は DeNA が勝つと横浜優勝っていう。なんで？うさやほうほうっていうの悔しい。どういうこと？うさやほう。恋が英語でカープ、そうなんだ。へ、初めて知った。恋ってアメリカにもいるんだ。わかる、日本にしかいない。わかる、日本にしかいない。海外の方に伝わるように作ったんじゃない？ことなの。本当焼きわかんないんだね。作ったの？わかんない、まあいいや。ちょっと説明できなかった。やばい、充電がない。あるよ、いっぱい、ほら、ここにある。やばい、充電がなくなってきた。あ、ありがとう。命の充電。頑張れ。そうだったんだ。むずいね。ね、今2つ目のお菓子食べよ。どんでダメ、お腹すいた。今日みんなお昼何食べた？シューマイ。今もシューマイ。昼は何も食べてないの。うま、ありがとうございます。お昼はシュウマイ食べた。シュウマイ、シュウマイ弁当食べた。めっちゃね、なんか大きかった。公演終わった後の食べた弁当しか食べてないの。肉だった。ニコホキャラメルサンド美味しいって言ってた、うん、めっちゃ美味しい。美味しいよね。バターフィナンシェもめちゃくちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。食べたいね。食べたいよ。シューマイ。キャラメルがすごい。キャラメル、ありがとうございます。うんふん。ずっと画面見てると変顔したくなってきたんだよね。ね、わかる。わかる、わかるよね。うん。だよね。みんなやめよう。こうやってやってるとなんか変顔したくなっちゃう。なんか肩幅広く見える巨人みたい。鎧の巨人。
巨人、え、ユナ、ユナ、ユナ超大型がいいな。超大型巨人。ビッグサイズ。超大型巨人でも、巨人化したらもうそこがピークなところあるから。でもやっぱかっちょいいやん。うん、まあ、ね。ツイートしていいよ。うん、にらめっこしましょう。いいよ。何にらめっこしよう。せーの、その次にらめっこしましょう。笑うと負けよ。アップップ。一抜け。二抜け。三抜け。負け法。いい。早っ、使う。待って、おもろい。それが一番おもろかった。にらめっこより笑われてる。つらみ。つらい。つらい。しょんにゃんぎょんぎょん。結婚してありがとうございます。読んで、韓国語。こんにちは。こんにちは。本当？わかんない。え、本当じゃない。え、そうなんだ。すごい。わかんない。わかんない。わかんない。ごめん。めっちゃ信じちゃった。え、わかんない。かっこいい。かわいい。尊い。ハート。バッチ。ありがとうございます。馬もありがとうございます。アイス食べたい。アイス食べたい。アイス。イェイイェイイェイ。イェイ。わー、うわよ。あれ？イエーイ、イエーイよりもウォウォウォウ、お腹すいた。イエーイ、イエーイよりもウォ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 、こっちこっちこっち来てだけ、こっち来て、もうじゃん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 。サイリウムありがとうございます。いいえ、いいえ、え、じゃん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 バラありがとうございます。いいえ、いいえ、だからしてありがとう。あ、これだ、フラワーシャワーって。ありがとうございます。いいえ、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 ハートありがとうございます。いいえ、いいえ、うざいよね、これ投げた人からしたらさ、手柄取られてさ、泣いちゃうよね。確かに俺がやったのに泣いちゃうよね。泣いちゃう。誰もありがとうございます。いいえ、いいえ。ちゃんと違う、代弁し、代弁してるのか、代弁してる、代弁。フラワーシャワーありがとうございます。いいえ、いいえ、フラワーシャワーありがとうございます。いいえ、いいえ、フラワーシャワーありがとうございます。いいえ、いいえ、コマありがとうございます。いいえ、いいえ、フラワーシャワーありがとうございます。いいえ、いいえ、ハタありがとうございます。いいえ、いいえ、ステッカーかっこいいから買いました、ありがとうございます。いいえ、いいえ、フラワーシャワーありがとうございます。いいえ、いいえ、うま、ありがとうございます。いいえ、いいえ、トットイありがとうございます。いいえ、いいえ、尊いんだ私たちって。うまいらしい、うちら、私たちって尊いだね。尊いんだね、尊いだね、尊いんだ。コマハートシャワーめっちゃ来た。いいえ、いいえ、おもろすぎる、かわいい。いいえ、いいえ、早かった早かった。いいえ、いいえ、いいえ、誰初めての。フラワーシャワーだらけだった。いいえ、いいえ、尊い、ありがとうございます。そう、わかる。あ、ねえ、そうですねって、そこは謙虚に行こうよ、謙虚に、ね、いいの、ね、クイエーム深夜テンションみたいだね、だって。いいえ、いいえ、意味がわかるね。いいえ、ハートありがとうご、せーの、ハートありがとう、せーの、ありがとうございます。いいえ、いいえ、さくらんぼありがとうございます。
美味しく食べて、いただきます。かわいい、ありがとうございます。さあなあ、ちょっと違ったみたい、ちょっと違ったみたい。それな、それな、それな、それな。姫たちって可愛いんじゃないかったんだ。可愛いよね。可愛い。空気悪い。空気悪い。なんだっけ。やばだね。気まず。気まず。私が言ったんだよ。気まず。空気悪い。かっこいい、ありがとうございます。いえ、ちょっと気まずそう。お疲れありがとうございます。いえいえ、お手紙ありがとうございます。いえいえ、とりあえずお菓子食べよう。それな、それな、あな、それな、それな。待って、それな選手権しよう。はい、オッケー。じゃあエントリーナンバー1番。うち1番、うん、それな。下手くそ、うん、はい、2番、それな。あ、ちょっとお前、じゃあ3番。私、うん、そうなー。おー、じゃあ、真打ちいきますね。真打ち、そうなー。これ誰が本正解してる。なるほどね、なるほどね。誰の勝ち、みんな知ってる正解。ありがとうございます。正直カホ、わかる。カホ、ウサホ、ウサホ、カホが一番だったな。負けホ、負けを。正解はちょっとわかんない。正解なんだ。花束ありがとうございます。やばい、こっちまで気まずいって言われた。え、缶バッジありがとうございます。すごい。今からゆなこの膝の上で配信したいと思います。どうぞ。うわあ、それ型やねすごいお手本のようなツッコミね。ここは終わる。ああ、うわ、なんかすごい、あの光飛びが。シラタビ、シラタビ、シャワーありがとうございます。ね、やなくなるんですね。これなんか奪ってる。待って、今もその角度でショルムやってみて、漏れる？え、別に。あ、もう太陽ね。絶対的にこっちの画面が漏れてないよね。うん。今漏れる。確かにこっち漏れないね、きっと。変な方向いた。かわいい。やさあ、やかわいい。かわいい。ライブサブってある。いけ。ゆなこ敵視。あはははははは。おお。あさや食べちゃった。あさやはダメです。巨人に食べられました。パタ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 リ、パタリ。パタリパタリパタパタリ。やばい、サーヤの巨人が継承されたような子に。継承された。サーヤ。何の巨人？サーヤの巨人。サーヤの巨人。オンリーワン食べちゃった。サーヤの巨人は何が特徴なの？顔がめっちゃ強い。なるほど。顔を殴られても絶対綺麗。おお、それは欲しい。うん、やった。フラワーシャワーありがとうございます。サイリウムありがとうございます。終わらないよ。食べられる覚悟がないと終わらないよ。ここには来れないよ。ボールさえは越えられないよ。フラワーシャワーありがとうございます。ゆなこの指かわいい。ありがとう。指、親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 指入ります。親指入ります。私これ何分に配信始めたんだろう。確かね、55分とか。今何時なん？35分。結構やってるんだね。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもサイリウムありがとうございます。花束もありがとうございます。花束ありがとうございます。まったりして、かわいい、ありがとうございます。心地いいですか？とてもいいです。寝そう、本当に今寝そうな感じ。休み、寝そうな。うんで、落ちた。やばい、配信ってさ、いつも夢ですとかめっちゃ長くやってるけどさ、何話すの？え、わかんない。なんかマジすごい。その時に出た話題。す
すごい。のなんかあそういつもお世話になってる。今日会ったこととか話すの？なんかお世話なんですけど。店長です。どうだろう。昔の話みたいな。あんまり今日の話しないかもしれない。すごい。ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。その顔可愛いけどムカつく。やばいお腹すいたからそろそろ終わりにしようかな。やばい巨人呼んじゃう。バラありがとうございます。あーなんか落ちてる。みんなどうする？終わりにするなら終わりにするでしょ。じゃあランキング読んでいきたいと思います。ハートありがとうございます。13位さやちゃんさんありがとうございます。12位岩野藤丸さんありがとうございます。11位小山田さんありがとうございます。10位クレンさんありがとうございます。9位ゆっくんさんありがとうございます。8位ビエサブロさんありがとうございます。7位ホークさんありがとうございます。6位アキーロさんありがとうございます。5位マサさんありがとうございます。4位松也さんありがとうございます。3位藤の子どあいさんありがとうございます。2位流行語大賞さんありがとうございます。1位赤木団長さんでした。ありがとうございました。うまくねこれ作るの。ありがとうございます。マッシーさんありがとうございます。12位ワンワンさんありがとうございます。11位ビールブラさんありがとうございます。10位カカシさんありがとうございます。9位ジュンさんありがとうございます。8位クリさんありがとうございます。7位アイミラクルさんありがとうございます。6位メープルナオさんありがとうございます。5位ハブキョンセイブさんありがとうございます。4位カズさんありがとうございます。3位ユウスケさんありがとうございます。2位ヨトさんありがとうございます。1位ランダーさんありがとうございます。最初ご覧のアリーナの皆さんもありがとうございました。それじゃあまた今度かわいい、ありがとうございます。ありがとうございました。公演もメールも待っててね。クマのバッチありがとうございます。ありがとうございました。またね。どうしよう。終わる？ね、でも10時までって言われちゃったスタッフさんに。なるほどね。どうしよう。じゃあ付き合ってやるよ。あ、本当？嘘。どうしようかな。え、どう思う？いつでも任す。見て、こんな角度漏れてる。見て。え、漏れてないよ。なんか。こういうユーチューバーえいるそう。お食事系ユーチューバー。じゃ ASMR しよう。ボリュー。えどうする？帰る？帰るじゃなくて。どうする？帰るじゃなくてやめる。帰るか。フラワーシャワーありがとうございます。ね、暑くなってきた。じゃ帰るか。帰る？帰って巨人見ます。帰っても巨人辛くて見れない。わかる。今ちょっと闇期、もう闇期、そういう物語がちょっと闇の局面に入ってる。うん、私の推しメンが死んじゃった。辛い。平気で死ぬよね。うん、やだ辛い。うん、今でもの今喉鳴った。フラワーシャワーありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。でもさ、うん、夢今さ、うん、眠たい。みんなも、あ、なんか巨人みたい。わかる。鎧の巨人進化バージョン。でも夢、進撃の巨人だから弱くない、強い。私は強いだからなんだっけ、私は強い、あなたたちより強いだからなんとかみたいな、うん、音符ありがとうございます。戦ありがとうございます。戦わなければ勝てない。お、私は行く。本物がいた、ミカサさん。みんなも巨人見てね。エレン、エレン、イエーガー、イエーガー先生、イエーガー先生。もう嫌よね。本当に嫌だ。みんな
大変なの巨人は、うん、巨人も人間も悪くない、うん、みんな悪くない。でも今日だからせか人歌ってて辛くない？え、わかる。みんな一緒に幸せになろう。あの人たちは幸せになれるのかな、うん、だるまありがとうございます。タコありがとうございます。心臓を捧げるます。なんか混ざってる。違う、捧げるます。違うアニメ入ってる。あーじゃあみたい。そうそうそう、あーやん、心臓を捧げるます。言いそう、怒られそう。アニメわかる。怒られちゃいそう。マジ流行ってるアニメ。頑張ります。みんな頑張ります。アニメ大会する。いいよ。父、母、仲良くしなきゃダメ。3分の3。アニャ、ピーナッツが好き。母、ずっと前から父の娘のアニャです。母、強い。父、嘘つき。でも、かっこいい嘘つき。ユーニャ。ユーニャ、今もユーニャだ。ユーニャ。かカホティア、カホニャ、カホティア、カホ、カホティア、よかったね。また増えるね。テレビの前。このビジュがかっこよすぎる。カホはヒーローアカデミア。え、それももらったの？そう、夢で。夢ヒロアカハマろうよ。え、ハマってくんな、そう夢。長いもん。いや、巨人見れたら。違う、あのそうやってさ、人が。の生死に関わらないと見てくれない。でもみんなで、ね、力を合わせて頑張る系ねえ。ひなこがさ、殺しちゃう。ひなこはカホの推しのフィギュア胴体を胴体切断した。泣き別れだ。敵私の家。ごめん、ごめんね。あ、ごめんね。カホが怒ってる。カホの大事なフィギュアを。おった、ね、いや、そうやって言ったらね、重大になっちゃいそうだから、うん、ですけど取り外し可能なところが分解した、分解した。そう、分解されたってだけなんですけど、やっぱ持って帰りやすいようにね、分解しないとね。うん、なんか今すごい見られてる、彼に。彼と目が合う。推しにね。ダメだよ、私しか見てないから。やばい、ハートありがとうございます。配信で大変なことを言ってしまった。赤赤赤赤、眠たくなってきた。眠たくなってきた。眠たくなってきた。まあ、これだと一人より本当だ。ちょっと汚い。あと15分。眠たくなってきた。今何時？わあ、もう寝る時間だ。ほんとだ、夢いつも寝る時間。何歳やねん。13。夢この間久しぶりに1時に寝た。早い。さな？さな？さな？ああ、でも最近言うの起きてる時間長い。なんで？え、わかんない。なんでじゃない、なんでじゃない。理由は解くわけじゃなかった。間違えちゃった。何時だ？なんで？でも、あ、何時？何時？え、でも起きてるくない？起きてる時間。早く起きてる。何時だろう。でも前だったらさ、うん、夕方まで寝てたじゃん。うん、最近、昼前に起きてる。え？え？この間さ、うん、出発時刻に起きたよね。こないだはね。夢すごく悲しかった。こないだはね。そう。夢。こないだだけ。夢さ。うん。一人で行ったの。分かる。しかも誰もいなくて。違う、ゆなさ、一人で行くとさ、夢と行くの倍時間かかるからさ、嫌なんだよね。なんか例えば徒歩30分の道みたいな。うん、ゆなこと2人だったら徒歩30分だけど、ゆなこは1人だったらそれ 1時間弱ぐらいかかるんです。そう、でも夢が1人で歩いたら15分で着くんだよね。なんで？それは嘘でしょ。なんで？それは思った。なんでだと思う？それは
不思議だるまありがとうございます。さくらんぼありがとうございます。ありがとうございます。だからもう今一人で歩こうかな、これから。パーなしでもあれは本当にひどかったよね。いやそれはその説は申し訳なさはあったけれども、しかもさその翌日ぐらいさ、夢がさピンポン押したらさ、うん、出る時間10分間違えてたって言われたしさ、うん、いやでも本当にそれは間違えてたの、勘違いしてた、伝達ミス。それはは私の違う、お互いのお互いのねえそういうこともあるよね。いやだって私未だにそうだったんだって思ってるのあ、そっちだったんだ未だに、1週間だった今でも未だに思ってる。あ、くまちゃんありがとうございます。私も変なじゃない、どうしたんだろうっていうくまだ、どうしたんだろう、ありがとうございます。そういう時もあるさ。バラありがとうございます。人間だなもん、人間だなもん人間だなもん。タヌキになっちゃった。タヌキチなんだっけ、タヌキチ、それだタヌキチ。フラワーシャワーありがとうございます。お披露目終わったらさ、うん、夢さ、うん、マリオパーティーしたいんだ。しよう、かわいい、ありがとうございます。え、わかる、お披露目終わったらスイッチ買う、すよ、買おう、スイッチ買おう、いいよ、うちとゆなこんちの中間地点に置こう、わかった、ちょうど真ん中ね、フリーフリースイッチサラリーマンとかが、おこるわ、おスイッチ、マリオパーティーできんじゃんみたいな、やろう、え、めっちゃいいじゃん、マリオパーティー、フリー、ね、真ん中に置こう、お花ありがとうございます。バラありがとうございます。いえ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 でもね、負けるからやだ。いや、ほんとさ、負け方、まあ、絶対負け方ガチ言うな、なんでも弱い、違う、なんでもじゃない、いや、だってマリオカート万年最下位じゃん。だってマリオカート、マリオに弱いでもあ、USJ 行きたい、あ、USJ 行こう、え、ほんとに行きたい、わかる、え、だって刺激の巨人もやってるんで、うん、え、昨日さ、あれ見た、なんかバーチャル動画みたいな、なんか進撃の巨人のアトラクション、うん、超良かった、来たマジで、乗った気になったからもう満足した、安上がり小判ありがとうございます。行きたい、クッパ使えよ、だってそう言うのもクッパ使ってんの、使ってんじゃん、弱いからクッパ使うからいけないんだよ、違うよ、違うよ、クッパが一番強そうだからクッパ使ってんの、夢は絶対のこの子弱そう違う、だってさ、実家に暮らしてた頃はさ、いつも兄弟でのこのこ争奪戦だったの、だから嬉しいの、今こうやってのこのこ、フリーのこのこだよのこのこ使えて嬉しい、なんでのこのこ人気なの、わかんない、なんか気なかわいいから、元気なか、今は絶対クッパがいい、だから強いもん、弱いじゃん、絶対強いもん、あなたは弱いだから負けるクッパはまだ使うべきじゃないやだ、ミカさんに言われた、夢さファイト、ありがとうございます。ファイティン、ファイティン、無理だって、ひなんちでさ、マリオパーティーやった時、ひなの妹に助けてもらったひなの妹がゲーム強いね、そう、めっちゃ強い、ね、だから一緒にやってもらった、ひなの妹、あれめっちゃ強い、チリトスみたいな、テトリスだ、あー分かる、テトリスめっちゃ強い、でもテトリスさ、あれからハマって今インストールした、え、スマホにハマってんじゃん、そんな、テトリス操作むずい、いや分かる分かる、何がどうしたらどうなるか分かんない、気づいたら落ちてる、分かる、可愛いとハートありがとうございます、テトリスすぐ落ちちゃう、分かる、そこじゃないって分かる、思いながらやめてほしい、クッパって上級者向けなの、え、そうそうでしょ、そうなの、分かんないけど、え、どういうこと、上級者キャラクターにさ、上級者向けも何もなくない、あるんだあるらしかった、いやいや、そう思って生きて、え、じゃあマリオが最強とかじゃないのいや、みんなマリオ使うやん、そしたらピーチはザコみたいな、すぐ捕まるみたいな知らんかった、
勉強になった、うん、じゃあもうクッパ使わない？使うだってないやだって気に入ってんだもんクッパ強そうなんか負けてもやっぱ負けた気しないからどうせクッパどうせ負ける運命にあるからマリオ界では違う下克上だよね美奈子子供の頃デジ使ってそう使ってたピーチじゃないピーチじゃなくてデジ使ってたなんだっけだるまありがとうございますいえいえ今キノコありがとうって言いそうになっちゃったキノコのこのこけんキノコキノコちゃん姫さ、うん、あれさあんたいたわなんて姫が生まれる前の話夢なんとかちゃんになる予定だったんだよねって思ったら、うん、たあんたその会話いたわそうだよママと電話したわそう夢のママに電話わざわざ電話して夢の生まれる前に夢の名前候補は何だったんですかって聞いたのすかめっちゃ晩ご飯ぐらいの時間そう7時ぐらい昨日なんか会話しててあんはなんとかだったんだみたいなそうでみんな自分の他の候補名前の候補知ってて夢だけ知らなくて知りたくなって電話して、うん、ゆな子がえあのすいません夢が生まれる時に他にあった候補の名前って何ですかなんで私が聞いたんだろうゆな子があんたが聞いて今ちょっと恥ずかしいえそうはねーみたいな何だったっけねいろいろあったんだけどねって言ってそうめっちゃ声聞こえる、ね、なるほどねなるほどなるほどなるほどこの部屋は土地を済みだうわこの部屋はもう私の支配下だ奪還してやる奪還してウォール NGT ウォールスタッフルームウォールスタッフルーム奪還おおこれで私が運営だゴー私が運営だ壁を壊した理由運営になりたかった壁壊せば運営になれるのかなちょろいなちょろいななったるなったるおーユナの候補は、うん、あ夢の候補先に発表しないその話して発表しなかったじゃん今夢の候補はゆいちゃんとかさねちゃん、うん、素敵かさねちゃんってめっちゃ今風だねわかるかさねちゃん今結構気に入ってるんだよね改名しなわかるゲームゲームそがべかさねそがべかさねでもそがべかさねってすごい言うの難しいえわかるなんかバランスちょっと悪いよねそがべバランスは別に悪くないけどそがべかさねそがべかさねでもミカサみたいじゃないえ確かに強そう強そう戦ったらわかるかさねミカサ的役割果たせそうでしょいいなかさねさんあなたはかさねさんあやかちゃんめっちゃあやかっぽいあやなちゃんかうんあやなじゃないゆうこでもないめっちゃあやかあやかあやかえ待ってあやかって今日から呼びたいやめてあやかいや返事できないめっちゃあやかだよ返事できないほんとにあやかってあやか顔嘘ほんとめっちゃあやかっぽい分かったいつしもあやかめっちゃしっくりくる、解明しますねえあやかありがとうございますあやか顔あやか顔初めて言われたでも聞いてるのさ、うん、どうでもいいんだけどさしゃあねえな、うん、友達にねかすみちゃんっていう子がいてねかすみちゃんっていい名前だなって思ってたのにね、うん、みんなからカスカスって呼ばれててちょっとかわいそうちょっと嫌だったカス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 だから自分も かすみちゃんになりたいなって思ったけどカスカスって呼ばれてるの見てやっぱいいやって思った全国のかすみちゃんに謝ってわかるカスカスハートありがとうございます。え、確かに夢ゆなあやかさねになってた。あやかさね。あやかさね。かさねだったら仲良くなれないかもしれない。本当？なんで？ちょっと強すぎて殺されそう。身を案じて。同じ切り取られそうで怖い。おもろい。
星ありがとうございます。そうだね、重ねってさ、弓道とかさ、え、わかる、わかる、なぎなたとかしてそう、え、確かなぎなたしてそうって言ってた。重ねちゃん、なんか石川に住んでそう。確かにわかんないけど長野より石川だ。石川っぽいよね、重ねちゃん、石川がいいな。石川行きたい、そう、マジで旅行したい。お披露目が終わったら旅行したい。でもさ、そういうのさ毎回言うじゃん、なんか卒業公演終わったらなんとかする。わかるわかる、何にもできない。結局できない。だから今回も多分しないよ。ねえ、やめて、まだまだ望みはある。頑張ろう。あやかさね。ね、旅行どこ行こうかな。どこ行く？いや、ユニバ。いいよ。え、早く行きたい。帰る。8月で終わるって。早く行こう。私が21歳になる前に。え、確かに。年齢制限あるのかな。20歳まで。やばい。21歳になったらいけない。やばい、ユニバ行きたい。わかる。ユニバ行きたい。ミニバっていうのちょっとさ、うん、関西かぶれてるかなって思ってさ、うん、USJ って言っちゃう。いや、今はもうなんかもう2だからユニバって言ってる。別に2じゃないよね。いや、2だから。いや、だって今ユニバ、まあまあ 5回ぐらい。え、まあ、多くね、本当に、まあ、本当に嘘だね。いや、2回ぐらいだよ。そんなことない。1、2。いや、絶対3ある。4。絶対4ある。まあ、まあ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 、多く見積もっていこっかな。ね、ユニバのイントネーション違うって言われた。ユニバだって。え？マク、え？ユニバ？え？マクド？マクドと同じイントネーションって言われたけど、マクドのイントネーションが。待って、マクドのイントネーションが分かんない。分かる。マクド？マクド。え？マクド？ま、マクド？マクド？マクド？あ、マクドじゃない。マクド？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 なんか脅しみたい。死ぬどみたいな。え？真ん中を上げるんだって。え、ユニバ？え？ユニバ？え？ユニバ？ユニバじゃないでしょ。ユニバ？ユニバ？え？ユニバ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 ？え？ユニバ？ユニバ？ユニバ？マクド？やだよ。だってユニバとマクドが一緒だよ。マクドは変だよ。マクドは違う。マクド。あ、マクド。マクドナルド。マクド。マクドナルド。マクドじゃない？マクド？え、どれどれ？そうそうってやったけどどれか。ショルムあるある。あるある。マクド、マクド、マクド、ユニバー、ユニバー。わかんない。スタバと一緒。スタバ。ユニバー。え？え？絶対嘘。ユニバー。絶対嘘。ユニバーは違う。ユニバーは嘘。スタバ、スタバ、スタバ。スタバ。マクド。マクド。え？マクドっていうの？マクドなの？確かにマクドナルド。マック、マック。衝撃ねえ。日本広い。日本むずい。ユナコと一緒。ユニバ。え？え、戻った。待って、戻った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 。やっぱユニバだよ。ミスド。ミスド。ミスドと一緒。ミスド、ユニバ。え？え？ユニバ？ユニバ？マクド？ユニバ。え、ユニバがいい。ユニバだよ。だってユナコと一緒だったらユニバ。ユナコにしよう。うん、ユナコ合わせて。うん。あ、十時だ。お、かわいい。そんな。ありがとうございます。難しかった。私たちにはまだ早い。ユニバの謎はまだ謎なの。謎なんだっけ。まだなの謎はまだまだまだ謎なのだぞ。
ランキング読みしなきゃします。はい、待ちいや、ちょっと待ちいや、はい、OK、じゃあ行きます。せーの、13位、突破Qさん、ありがとうございます。てっちーさん、ありがとうございます。12位、しんごさん、ありがとうございます。からぽよさん、ありがとうございます。11位、えちごじろうさん、ありがとうございます。なんちゃんさん、ありがとうございます。10位、たくみさん、ありがとうございます。たむひろさん、ありがとうございます。9位、なおくん、あとトマトイエさん、ありがとうございます。はじめさん、ありがとうございます。8位、まこちゃさん、ありがとうございます。うしさん、ありがとうございます。7位、ののいくさん、ありがとうございます。きむさん、ありがとうございます。6位、空白さん、ありがとうございます。てるまえかたぐっちさん、ありがとうございます。5位、とうかさん、ありがとうございます。チューバーさん、ありがとうございます。4位、NGT 箱石勝也さん、ありがとうございます。東吾さん、ありがとうございます。3位、沼津よかよかの人さん、ありがとうございます。慎吾さん、ありがとうございます。2位、くらくらまさまささん、ありがとうございます。沼津さん、ありがとうございます。1位、まみまみさん、ありがとうございます。ゆきさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、今日もまた一緒にいてくれて本当に嬉しい。さよならはいりません。さよなら、あなたともう一度なんか場所で会えるその日まで。お、歌った、覚えてた、覚えてた。おやすみ。